プロジェクトルーンは X 社によって開発が進められている気球を用いた移動体通信システムである。これまで通信網の整備されていなかった地域の人々たちが高高度気球に搭載された中継装置を介してインターネットに接続できるようにする計画。風船を膨らませる試験開発途上国を中心として通信網の整備されていない地域で成層圏を浮遊する。 高高度気球に搭載された中継装置を介してインターネットに接続を目指す。気球倉庫間で通信することで1機の気球は地上の直径約4 0キロメートルの範囲に 3G 回線と同程度の通信速度を確保する予定。気球は風に流されるためアメリカ海洋大気庁のデータを活用する。2013年にニュージーランドで 直径15、12メートルの大型風船30個を地表から約20キロメートルの清掃圏に浮かべ実証実験が実施された。2015年5月には気球を LTE 通信に対応して 10Mbps の速度で通信できるように改良して、さらにニュージーランドでの試験と新たにグリーンランドでも実施する予定を発表した。2021年1月、 会社の解散が発表された。ワイヤードは事業終了の理由の一つとして十分なインターネット環境が整備されていなかった地域のネットワークの可用性がこの10年間で73%から93%まで改善されたことを指摘している。ありがとうございます。